皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかニュークリエーションチャーチの三好明久です今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう本日は2024年4月11日の木曜日聖書の箇所は旧約聖書列王記第1 4章1節から19節タイトルは効果的な統治のための中央集権体制の充実です私たちが自分の 繁栄のためではなく主の祝福を勝ち合う人生に招かれているそのことです、ね、ご一緒に教えられてまいりましょう列王記第一四章一節から十九節こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった 彼の交換たちは次の通り。ドクの子、アザルヤは祭司。死者の子たちのエリホレフとアヒヤは初期。アヒルデの子、ヨサファテは士官。エホヤダの子、ベナヤは軍団長。ドクとエブヤタルは祭司。ナタンの子、アザルヤは政務長官。ナタンの子、ザブデは祭司で王の友。 アヒシャルは宮廷長官。アブダの子アドニラムはエキ務長官。ソロモンはイスラエル全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めた。一年に一ヶ月分の食料を各自が納めることになっていたのである。彼らの名は次の通り。エフライムの産地には フルの子。マカツ、シャアルビム、ベテシェメシュ、エロン、ベテハナンにはデケルの子。アルボテにはヘセデの子。彼は祖古とヘフェルの全地を任されていた。ドルの全コーチにはアビナダブの子。ソロモンの娘、タファテが彼の妻であった。ターナク、メギド、また、イズレールのシモツァレタンのそばの ベテシアンの全域ベテシアンからアベルメホラヨクメアムの向こうまでの地にはアヒルデの子バーナラモテギルアデにはゲベルの子彼はギルアデにあるマナセの子ヤイルの町々とバシャンにあるアルゴブの地域で城壁と聖堂の貫抜きを備えた60の大きな町を任されていたマハナイムには井戸の子 アヒナダブ。ナフタリにはアヒマーツ。彼もソロモンの娘、バセマテを妻としていた。アシェルとベアロテにはフシャイの子、バーナ。イッサカルにはパルアハの子、ヨシャファテ。ベニヤミンにはエラの子、シムイ。アモリ人の王、シホンとバシャンの王、オグの領地であった。 イルアデの地にはウリの子ゲベル彼はその地で唯一の守護であった私たちはこのソロモンのこの物語を読んでいく時にこのソロモンがですねこの偉大な王様でそしてこの全イスラエルの王となったっていうことをですねこの見ていく時に 神様は知恵を与えてそしてソロモンはですね本当に素晴らしい知恵があってですねそしてまあなんていうかこの繁栄を享受してですね、まあ、すごい王様だなっていうて神殿までこう作ってしまうっていうですねそういう姿をこの見るわけなんですけれどもしかしですね私たちがその,そのテキストをまあ注意深く読んでいくときにですねソロモンは実はそのソロモン以降のイスラエルをこの、えー、た,めために、まあ、悪い種をまいていくっていうそういう姿がですねこ 水上にあるわけなんですよねで実は今日のテキストもこの一節に「こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった」書いてあって王様となった時にソロモンはどう思っただろうかっていうとですね、えー、まあダビデが残してくれたこの王国を、まあ、しっかりと反映させなければならない、まあ、そういうようなイメージであー、まあ、ソロモンはそれを受け取ったかもしれないですよねだから神様に知恵を求めた自分の力ではできません主よ知恵を与えてくださいって言ってですね神様に求めた。 まあその通りなんですけれどもしかし実際にここで見るとまずソロモンはチームソロモンとも言えるですねこの 高官たちをこの選ぶわけです。1節から6節にそのことが書かれてあるわけなんですけれどもでそこでですね。まあ、祭司がこの選ばれててまあ、神様との関係っていうかですね。駅に捧げたりまあ、宗教儀礼をするための祭司っていうのがこう。何人かいるわけなんですよね。茶道のこう、アザルヤは祭司とかですね。4節には茶道とエビアタルは祭司とかですね。5節にはナタンのこう。ザブでは祭祀祭祀で王の友とかですね。 だから、まあ、明らかにソロモンは神様と近く歩んでそしてですねなんとか神様の知恵によってこの王国をこの導きたい、まあ、そう思っている節がです、ね、強く出ているわけなんですけれどもでもですね皆さんがです、ね、これ読んだ時にお気づきになるかどうか分からないですけれども預言者はいないなんですで。ダビデにもいたしそしてサウル王にもいた預言者神の言葉を王に語る預言者がここにはいないんです。つまりどういうういことかとか このソロモンはですねその体制を維持してそしてそれを反映させるために神様の力を借りたいっていうそういう気持ちは分かりますけれどもでも自分が間違っている時に忠告を与え神様ご自身の御言葉を聞きそして方向転換をするというようなですねそういう役目をするこの預言者がここにいないっていうことです。 でこれはですね、まあ、結果的にだ、まあ、さあソロモン王のです、ね、独占を許してしまうしそして偶像礼拝になっていくし、まあ、いろんな意味で,です、ね、問題をこのえ抱えることになるわけなんですけれども。 私たちはその時にまあ当然ですねこの王様はイエス様だからもうイエス様の弟子はですねこの、まあ、我,我々みんなイエス様の弟,弟子でねそしてこのイエス様がこの、まあ、チ,チームジーザスじゃないけどねやる時に、まあ、イエス様は神様ご自身だからもう預言者はもちろんいらないんでしょうけれどでもでもイエス様を生きてる間は私は父の御心を行うって言ったんですよね。 でこれはですね私たちが自分がリーダーシップを取っていく時にいつも精霊の声そして神様の声を聞いてそして主を自分の心を探ってくださいって言って出なければならない、まあ、そのことを表しているんじゃないかなと思うんですが、まあ、具体的なチームを組む時にもですね自分にまあ神の言葉を語ってくれる存在、まあ、メンターっていうかですね、まあ、牧師であれば牧師が教科の外にメンターを持ったりするのかもしれないですけれども一般のですね会社の自分が。 社長ととしてやる場合とかですねいろんなチームのリーダーやるときにもその神の言葉を語ってくれるメンターをこの自分のために模つするこれは非常に重要なことじゃないかなと。で,でそのことを考えた時に、まあ、日曜日の、ね、礼拝にやってきてもちろん御言葉を聞くっていうこともあるでしょうし、まあ、自分自身が間違うかもしれないという神の知恵は求めているけれども人間に過ぎないというですねそこにこのソロモンは果たして立っていたんだろうか。ええ 預言者を本当に置,置いていないというところの中にそ,そのことを思うわけなんですけども次に着目したのはですねこの12人の主語っていうことですよね。この12人の主語7節にソロモンはイスラエル全土に12人の主語を置いた彼らは王とその一族に食料を納めた1年に1か月分の食料を各自が納めることになっていたのである。ここれはですねののイスラエルの国を この12の主語を置いてそれじゃあ,まあ税金を取るっていうかねそういうようなシステムになってるわけですよねでもちろんその主語を置いて、まあ、知事みたいなね人たちを置いてそして納めさせていくわけなんですけれどもここに12人ずっとリフトアップされてるんですがしかしこれはですね主の契約のためと関係ないんですよね12部族と関係なくてえそしたらですねこれ一体どういうことになるんだろうかってなった時に神様は12部族を選んでそしてイスラエルを納めさせたんですね。 ところがソロモンはそれとは別に自分のシステムをまた作ってるわけです。まあ12だからね、まあ、似てるけどもでも実際にはですねこの神様のこの物語から分断されていくっていうか自分がそのいざねられた王国をまあ管理してやるためにその地方自治ではなくて中央集権のシステムを取ってそして自分が安心してですねその納められるようにもちろん税金も納めるわけですからね、まあ、そういうようなこのシステムです。 これは見方によったら主のご計画よりも自分のシステムにに頼っていいるるととううふうに見ることもできるんですですから私たちはですねこのソロモン王は偉大だったし神の知恵でやってるんだからいいじゃないかっていうことかもしれないけれどもしかしそれは果たして神様からのの物語アブラハム以降ですねこのなされてきた神様の宮座と一体どういうふうに結びつくんだろうかそういうふうにこう思わざるを得ないわけですよ。 でそう考えた時に私たちもですねこの種の契約の民として生きていく時にこの神様の物語の中に自分のま いや今やっている働きがどう位置づけられていくのかっていうことをですねまあ、考えるその時にまあ私たちの場合にはイエスキリストの福音がありますからねこのイエス様が十字架で死んで全ての呪いを引き受けそして罪許されて新しく生まれ変わった、えー、復活したイエス様ですねその復活したイエス様を信じる時に私たちが新しく生まれ変わってこの新しい神様の創造の中に生きるとでその時にはですね私たちはこの神様にその求めてそして どのようにこの自分の体制を作ったらいいかということを求めるわけなんですけれどもでそれはこの福音のイエス・キリフトの福音によってそれがなされていく必要があるということです。でつい私たちはですねその自分が持っているものを守りに入ると守りに入ると福音は新しいななくなりますよ出来上がったものを守りに入るのでだからまあソロモンの場合は政略結婚になっていってそれがですね偶然になっていくわけなんですからでも私たちは。 イエス・キリストによって神様がどういう物語に招いているのかということを問うそれは聖書のいろんな、まあ、アナロジー比喩があってそこに御心を見出していくことができると思うんですでそのことと関連するとです、ね、ここにユダは出てこないですね。ユダ族というのが出てこないですよ。ユダ族から実際に救い主イエスが現れてくるわけですから、まあ、ソロモンは、ね、ユダ族だから直轄して,るっていると、まあ、ういう説明もできるんですけれども 改めてこのユダ族が不在であるということは救い主をここで想定していないんじゃないか自分たちの繁栄の物語であって神の物語ではないんじゃないかというそういうですねこの疑念が生まれてくるわけです。ソロモンがですねこのイスラエルが繁栄して周りもですねみんなソロモンソロモンだって周りから祝福を得て周りからこの祝福を取っていくどん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 自分のところにこう物がやってきて集まってくる知恵を求めてやってくるっていう。 自分が中心になってですねやってくると。ところがですね、聖書はそうじゃなくて、祝福を全世界にもたらしていく。梅よよ、地に道よ行って、そしてバベルの塔の後にはですね、全世界に散らされて、そしてこの全世界で神様の祝福が溢れていく。これが神の民が与えられた使命であって、アブラハムもその使命によって招かれていくわけです。ところはソロモンがやってることはその全く逆のことをやってて。 自分の王国を安定させ大きくさせ繁栄させるでこれはもしかしたら神様の物語でないかもしれないそのことをぜひ今日覚えていきたいと思います。<music> 神様はアブラム、後のアブラハムを呼びまして、そして、えー、アブラハムに私の示し伏行きなさいと言いました。そしてこう言いました。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし。あなたを祝福し。 あなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う ののののすべてて部族ははあなたににによって祝福される確かにこの約束はソロモンの時に実現し,たように見えますしかしソロモンはそれを守りに入って自分のシステム預言者のいないそして救い主もいないそのようなものにしてしまったそのように読む時に私たちは私たちの人生も神様の物語が実現していくように約束が実現していくようにそれはイエス・キリフトによってソロモンは死んでいきますけど。 イエス様は十字架で死んで蘇ったこの方は永遠に生きている王であるそのことをぜひ今日覚えていきたいと思いますお祈りします恵み深い天の父なる神様私たちを祝福の器としてくださ、感謝しますそのものがアブラハムに与えられた約束が実現したように見えたそのところで自分でそれを守りに入,入ってしまったように見えます私たちはそのようなあなたの祝福をひてるめするような人生ではなくそれを分かち合ってそして全世界にこのあ,あなたの約束の地が満ち溢れていることを 明かしするものとして一人一人の人生を今日導いてください主イエスキリフトのお名前によってお祈りしますアーメン